商品を密かにポケットに入れる男性商品を盗むと窃盗罪になることを警告する張り紙万引きとは商業施設において買い物客を装って代金を支払わずに無断で商品を持ち去る犯罪行為の通称であり通称で罪の重さイメージを薄くしているので商品窃盗に報道機関も統一すべきと指摘されている刑法に万引きという区分はなく一般的に 窃盗罪で刑法第235条によって10年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金という刑罰が与えられる犯罪行為である。また窃盗犯が逃亡しようとした際に他者に危害を与えた場合は強盗罪や強盗致死傷罪になる。語源の由来としては商品をまびいて盗むまびきが変化して万引きになったとする説、まに、 運の意味もあるためそれぞれを結合し、運を狙って引き抜くという意味で、万引きになったとする、説タイミングを見計らって盗むことから一度やる特性になり万回繰り返すからといった説があるが、一の説が有力であるとしている。米国、カナダ、オーストラリア、ブラジル、メキシコ、南アフリカ、日本、インドを含む国際的な調査によると、概ねどの国でも似たような物品が万引きされる。 傾向にあり、同じようなブランドの商品が盗まれるという。しかし、それらの国々の一般的な消費習慣及び思考等を反映した相違も存在する。北米では客による被害が非常に深刻で、あり店内の隅々まで監視できる、洋館施設備が導入されていることが多い。ほとんどの小売店は、万引き行為に対する警告として、警察を必ず呼んで、 法的措置を取ることを店内に告示している。例えば、日本全国の書店の2007年度の万引きによる損害額は約192億円分であると推計されている。一冊の書籍が窃盗の被害にあった場合、取り次ぎから小売への卸価格が低下の77%から80%であるため、マイナス分を取り返すだけでも同一の書籍を6、 7冊以上を販売しなければならない。また、日本全体での万引き被害の推定額は2007年で約4615億円となることが2010年10月14日の万引き防止官民合同会議の席上で発表された。罪状日本の刑法235条の窃盗罪の構成要件に該当する犯罪行為であり、万引きという世俗的通称のせいであるに、 多発しているとする声がある。現行犯でないと逮捕できないと言われているが、それは間違いである。監視カメラに記録されていたり、証拠がある場合は、現行犯でなくとも逮捕される。また万引き犯が、窃盗した物品を取り返されることや、摘発から逃亡するためなどの目的で、店員や警備員に対して、暴行、脅迫を加えた場合、事後法東罪が成立する。 さらに、窃盗の際の暴行によって、人間が怪我や死亡させたりした場合は、強盗致死傷罪が成立し、窃盗罪より重度な刑罰が課される。今日のスーパーマーケットやコンビニエンスストアなどでは、客の求めに応じて店員が、カウンターの向こうから商品を出してくる、対面販売方式でなく、商品が裸のまま陳列された棚の間を客が自由に、 回遊して購入したい商品を選んでいくセルフサービス方式が主流である。セルフサービス方式で広く行われる裸陳列は商品をいかに万引きやお損から守るかよりも多く見せるほど多く売れるの格言に沿っていかに多くの商品を客に見せるかを優先して発達したものである。対面販売においては店員が売り込みを行うが セルフサービスにおいては売り込みを行わないので店員の人件費の節約になる。セルフサービス方式の一般化により、商品の放送には、ほとんどの場合、自分自身を売り込むようなデザインがされ、同種の他製品と比較検討できるラベルが貼られるようになったので、店員が売り込みを行わなくても客が自分自身で商品を選択できるし、そうさせた方が、 客の購買心を誘い出すことができる。また、売り込みを行うと、後になって店員が進めるから買ったのにと不平を言われることがあるが、売り込みを行わず、客自身に商品の選択を行わせれば、このような不平を言えるものではない。裸陳列には、もともと買うつもりがなかったものも目に入るために、いわゆる衝動害を引き起こす効果もある。 セルフサービス方式の売り場は人類に残る狩猟採集時代の感覚を刺激することで売り上げを伸ばしている。広い店内、豊富な品物、少ない店員により、ごく一般的な人でさえ、ふと狩猟採集の感覚に戻り、そのまま商品を持って帰ってしまえるような錯覚にらわれる。子供たちが万引きをするのは、野山で昆虫採集や釣りなどをして、 狩猟採集を体験することができなくなったため、その代わりに小売店の店頭で狩猟採集のを味わいたくなるのだという分析もある。しかし、もちろん小売店の店頭で狩猟採集をするのは重大な犯罪である。今日の激しい販売競争に勝ち抜くためには、店はより客の狩猟採集本能を刺激する売り場作りをしなければならない。つまり、 店は万引きを誘発しやすい状態でなければ売れ行きが伸びない。店は万引きを作り出して万引きに悩んでいるのである。セルフサービス方式が万引きを誘引しているとの批判もある。その批判が当たっているかはともかく上記のようにセルフサービス方式は経費の増加を抑えながら売上を増進できる方式である。仮にセルフサービス方式により万引きが増えるとしても その被害額を補って、あまりある売り上げが見込めれば、万引きのリスクを感受するだけの価値がある。店員の手を通じなければ、絶対に商品に触れないような販売方式であれば、万引きは起こらないが、セルフサービス方式では客をして自由に商品に触れさせている以上、万引きが絶対に避けられないことは明白な事実である。万引きには2つの原因がある。 すなわち、誘惑と機械である。前者は、客の内心の減少で、小売店側からではこれを左右できないが、後者には、小売店側で対策を講じることができる。万引きの機会を減らすため次のような対策が、取られている。これらを利用させることで、客が、店外から持ち込んだものと店内で購入しようと、しているものとの区別がはっきりする。 これらを利用していない客がいたら利用するように働きかけるべきである。有効な方法ではあるものの実際に店の入り口で客のカバンを預かり出口で返却するとなると保管管理の手間が発生してしまう上に紛失破損した場合の責任問題も生じるのが難しいところである。万引き対策に有効な方法ではあるが 現実的な実用には至っていないのが現状である。客が買い物しやすいレイアウトにすることはもちろんだが、同時に店員から客の行動を監視しやすいようにも配慮すべきである。陳列棚が高すぎたり通路が狭すぎたりすると監視の目が届きにくくなり、好ましくない。資格があれば、それを補う鏡を設置すべきである。レジは店内を見渡せるように配置される必要がある。 明るい照明は店内を華やかにするばかりでなく、万引きを抑止する心理的効果もある。万引きの被害に遭いやすいのは小さくて高価な商品である。そのような商品は店員の目の届きやすい場所に陳列すべきである。あるいは万引きされやすい商品に限ってガラスケースに収めて陳列したり、カウンター越しの対面販売を採用したりしてもよい。 防犯の重要性を認識し、客の不審な行動に気づくことができる、要従業員を教育すべきである。不審な行動として、ラルフ G 当時、セルフサービス経営入門では以下を挙げている。その他、次のような行動も不審である。万引き防止の最上の方法は、不審な客に自分が疑われていることを知らせることで、ある。不審な客がいたら近くへ寄って、 お買い物のお手伝いをすることで、あなたを疑って監視していることを分からせることができる。万引き対策の実施を知らせる簡単な掲示を行うことで万引きを抑制する。アメリカなどでは強く率直な警告を行う店もあるが、そのような警告は大多数の正直な客に対して、無礼すぎると思われる。電波式の万引き感知ラベル電子機器やソフトウェアなど、高額商品の場合、 自生体や IC チップを利用した商品タグや小型のブザーを商品に調布もしくは装着し店舗出入り口に設置された検知機で検出するという防止方式が一般に採用されている。この方式ではコストはかかるものの個別に防犯対策を施せることから各種量販店やレンタルビデオ店などでも普及している。しかし検知を無効化したり 防犯装置自体を破壊したりして窃盗するものも出現しており、犯行はより巧妙化している。家電量販店では、上の感知ラベルに加え、売り場に本体、ソフトウェアインクカートリッジなど、商品を置かず、商品のカードや見本の空箱、もしくは本体やソフトを抜いた空箱をレジに持っていくことで、製品と交換して購入をできるようにしている。 プリペイドカードについては、ポスレジでアクティベーションを有効にしないと、各種サービスが全く受けられない仕組みになっており、たとえそのままの住んでも全く意味がないようになっている。このシステムの場合は検知ゲートは必要ない。また、衣類に関しては、洗浄のできない顔料系インクを、加圧封入した特殊なタグを商品に装着し、所定のジグ以外で取り外すと、 商品にマーキングされるという方法で商品セットを抑止している。一部の監視カメラには顔認識システムなどにより不審者を自動で検知する動作検知機能を伴ったものがあり、不審者を検知した後、アラームや携帯電話に電子メールを送るなどの方法で店員に警告するシステムがある。また、福井県のディスカウントスーパープラントでは2008年7月から 万引きの商品金額に関係なく、損害賠償請求を導入し、抑止効果を上げた。このため、東京都内の一部書店や中部地区の採用道書店が損害賠償を導入しており、成果が上がりつつある。一方で、対策には副作用もある。先に店は、客の万引きを誘発しやすい状況でなければ売れ行きも伸びにくいと述べたが、逆に言えば、 万引きしにくい状況では売り上げも落ちやすいのである。書店、文具店、レコード店の店主には万引き対策に非常に力を入れる者がいる。これらの店では古くからセルフサービス方式が取られている上に扱う品物が子供たちの興味を引きやすいため万引きの格好の標的になるからである。そのためこれらの店では万引きを断り、 防犯カメラ設置といったケージを貼ったり、客が入ってくると見張っているぞとばかりに、いらっしゃいませと言ったり、客の後をつけたりする。このように露骨な万引き対策をすれば、さすがに万引きは減るが、万引きをするつもりのない正直な買い物客にも、不快感を与え、客足が遠のいてしまう。競争の少ない環境では、このような店でも客は仕方なく、 買い物をするが、買い物をしやすい競合店が進出すると、万引き犯のみならず正直な買い物客まで、そちらへ流れてしまう。このように万引き対策には、大きなジレンマがある。万引き対策をすれば確かに万引きは減るが、同時に客足まで遠のいてしまうのである。また、店主や店長はともかく、一般の店員は、万引きに気づいた時の対処法について、 マニュアルなどで教育を受けていたとしても、いざ万引きの現場を発見した時は見て見ぬふりをして、しまいがちである。店員にとっては、万引きをされても直接に自分が損するわけでもなく、せいぜい店主や店長に小言を言われるだけである。万引き犯を警察に引き渡したりするのはそれより、煩わしいし、万引き犯に逆上でもされれば、身に危険さえ及びかねないので、 悪事を見逃す後ろめたさはあっても、万引きに気づきたくない心理が働くのである。万引き犯の柄が悪かったり体が大きかったりすれば、なおさらである。ありがとうございます。